パリ症候群とは流行の発信地などといったイメージに憧れてパリで暮らし始めた外国人が現地の習慣や文化などにうまく適応できずに精神的なバランスを崩しうつ病に近い症状を訴える状態を指す精神医学用語である。憧れを抱いてパリに住む日本人を襲う適応障害の一種。具体的な症状としては日常生活のストレスが高じ、 妄想や幻覚、自律神経の失調や抑うつ症状を招くという。1991年に精神科医の太田博明は同名の著書を出版し、それ以降この症状が認知され始めた。その後2004年にフランスの精神医学誌、ナービールにフランスの精神科医らと太田の協調により論文が掲載され、後にリベラシオンなどのフランスの新聞や BBC などの 各国のメディアでも紹介された。この際に報じられた日本大使館による24時間対応のホットラインの存在は大使館が否定している。パリにやってきて後に世紀を失った顔で帰国する日本人女性はパリにおける一種の名物ともなっており、日本や日本人とは全く関係のない題材のエッセイに唐突に登場するといったこともしばしばである。近年では増加した。 中国人観光客の中にも発症する人が増えているという。発症者で多いのは裕福な家庭に育った20から30代の日本人女性とされる。この中の多くのものは小説や映画などによって作られたイメージに影響を受け、パリでファッション、旅行、メディアなどの仕事に就くことを希望したり、留学、ワーキングホリデーのため突出した場合が多い。 日仏医学協会会長のマリオルヌーによれば、そのイメージとは、具体的には、下記のようなもので、現実のパリとは程遠いこうした虚飾を煽り立てているのが、雑誌などのマスメディアであるという。フランス語学者、森田美里によると、フランス語会話において舌打ちが聞こえる人と、パリ症候群になりやすい日本人の特徴は、非常によく似ているという。 フランス語の会話で使われるフィラーを日本での下打ちと誤解し、精神的なストレスになってしまうというものである。その原因は、フランス語に関する彼らの能力、学習方法の未熟さである、と森田は報告している。内的な要因としては、前出のように胸に描いてきた理想のパリと現実の、それとのあまりの落差に対する当枠や、求める職が見つからない。 語学も上達しない、などが重なることである。外的な要因としては、場の空気と表現されるような、感情を敏感に察して思い合ってくれる日本の文化でのコミュニケーションと異なる、自分の主張を明確に伝えることが要求される、フランスの文化に適応できなくなっていることがある。社会的な要因としては、メディアや教育において伝えられているパリが現実と違うことがある。 実際にパリに行く前に現実を知っていれば、このような症状になり得ない。典型的な症状としては、フランス人が自分たちを差別しているなどの妄想や、幻覚を抱く、パリに受け入れられない自分を責める、などである。日本人は、パリ滞在の末に、極端な国粋主義者になるか、反対に、パリに固執して、パリ症候群になる両極端の傾向がある。 大田は解釈している。しかし、フランス史学者、政治思想史学者の武田千夏によれば、大田自身に国粋主義が読み取れないこともないとしている。大田は日仏のサービスの違いを問題視し、日本のサービスの質は官民ともに世界最高だが、フランスは残念ながらその対局に近いと記している。大田の解釈に対して、 フランス人は問題が日本人側にあると見る傾向がある。パリ症候群に関して逆になぜ日本に住むフランス人は日本症候群を患わないのかという疑問も投げかけられている。フランスのメディアにおいてとりわけ辛辣なのは2004年12月13日付のリベラシオの記事である。そこには複数のフランス人の意見が掲載され彼らはおしなべて 渡航以前に潜在する日本人の心理的脆弱さを問題視している。最後に、リベラシオンは次のように結んでいる。それまで抱いていた夢とパリの現実との格差を前に、幻滅し、心理的障害に至るとも説明できる。日仏医学協会会長のマリオルノー氏によると、日本人は雑誌のせいで幻想を膨らませ、パリではそこら中に、 モデルや全身ビトンでまとめた女性がいると思い込んでいるが現実はほど遠い。パリのあちこちにゴッホやトップモデルがいるわけではないがだからといって病気になるほどのことはないだろう。森田美里の調査によると日仏コミュニケーションで言う下打ちは正確には批判気流シーンの歯茎吸着音であり誤解を招く原因の一つである。調査結果から 下打ちは一種の談話標識であり、主に注意喚起機能を持っていることが明らかになった。またこの音は、フランス語文法の基礎が十分でなく、なおかつ外発的に動機づけられている学習者に聞こえることが判明した。一方、基礎力が十分あり、なおかつ内発的に動機づけられた学習者は、日本人フランス語教師と同様に、下打ちが聞こえないことが分かった。 フランス人たちも下打ちは聞こえておらず、会話時に下打ちをした自覚もなかった。森田がフランス人を対象とした談話調査を行ったところ、フランス語の下打ちは実際にはフィラーに伴う音であり、情報処理、言語表現処理、境界設定発見発話権の取得、および保持感情表出という5つの用法が見られた。下打ちをと表記すれば次のような一例がある。 ユブ・エム・アベ・ディ・レピューブリーク、レピューブリーク・ダンルク・アルティエ・ジュ・マレ・ユブープベ、ワイヤレ・パール・エグゼンプル。これは、ロールプレイ調査である。通りすがりの観光客に、目的地の駅までの行き方を尋ねられた、フランス人男性が、地下鉄による行き方を教えている。男性は心よく地下鉄案内を引き受けたが、なかなか駅やルートが見つけられない。この状況で、下打ちを聞けば、 日本人観光客は相手をイライラさせてしまったと、自責の念に駆られるか、あるいは、なんて短気な人なんだろうと思うかもしれない。しかし、フォローアップインタビューで話し手に確認したところ、下打ちをした自覚はなく、苛立ってもいなかった。それは録画ビデオの映像からも裏付けられている。これらの、下打ちは、話し手の人格とは、関係がない。このフランス人男性の場合、地図で、 目的地のある場所を確認し、その後、下打ちしてから、うというフィラーを発している。話し手は、こうした音を出すことで、言う意味な発話には、もうしばらくかかるのでそれまで待機してくれという指示を相手に出し、データベースで検索、演算を行っている。よって、下打ちは、これからデータベースへのアクセスを開始するという標識と言える。コンピュータでの作業に例えると、下打ちは、 データベースにアクセスし、検索ボタンをクリックするという、情報検索の開始のクリック音に似ている。知ったうちは、そのような情報処理の進捗状況が無意識的に、表出したものだと考えられる。森田によれば、情報を文字で伝える場合、これらの処理過程は消され、最終的に決定し、整えられた内容だけが残される。しかし、音声コミュニケーションにおいては、 聞き手の存在があるため、進捗状況がフィラー、または下打ちとなって伝えられる。森田は、フランス人28名、日本人フランス語教師18名に、下打ち研究について述べた。最初フランス人は全員、下打ちの存在自体を否定したが、森田が実例を挙げると言われてみると、普段から知っているかもしれないといった見解を示した。一方日本人教師は、 以前気になったことがあるという者が4名いたが、残りの14名は、その存在にすら気づいていなかった。森田は、日本人女性のフランス語学習者、AE の6人を調査した。学習者の一人、20代後半の女性社会人、D は、フランス人と話すのが怖いんです。特に女の人と述べ、その理由として、自分のフランス語が通じないからか、よく下打ちされることを挙げた。 D は突出して約2ヶ月ホームステイをしながらフランス語学校に通ったがホストマザーとうまくコミュニケーションできずそれがトラウマになっているという D の話を聞いて E もそんなに気にはしてないけどあるかもと述べたそこで森田が下打ちの正体を伝えると D は非常に驚いていた AC は下打ちが聞こえていなかった DE は聞こえていた 学習者は共通して20代女性だが、いくつかの相違点が見られる。一つ目は、学習期間である。AC が毎週180分の授業を約2年受けているのに対し、DE は毎週90分の授業を約1年から1年半しか受けておらず、と普通を控えた学習者としては、不十分と言える。その次は、フランス語学習への動機づけである。 動機づけを調査した結果、AC はフランス語自体に興味があり、学習を楽しんでいるが、それに対して D は憧れのフランスに住むため、E は仕事のため、フランス語学習を余儀なくされている。動機づけの心理学研究をリードし、現在もその中核を成している自己決定理論から、これらの動機づけを捉えると、前者は内発的動機づけ、 校舎は、外発的動機づけと分類できる。要約すると、内発的動機づけの特徴は、自己目的性である。すなわち、内発的動機づけは、学習自体が、目的になっている意欲であり、それは、知識を深めたり、技能を高めたり、自ら進んで学習に取り組む特徴がある。それに対し、外発的動機づけは、学習以外の目的を達成するための手段。 道具として学習を行うというような意欲である。最後はフランス語能力のレベルである。AC は徒仏前から簡単なフランス語が運用できるレベルだった。また学内で選抜されていることからも成績優秀者であることがわかる。他方 DE は自己紹介と挨拶程度はできるが、その他は話すことも聞くこともできない。戦術のように D は フランス人と話すことさえも恐れており、E は基礎文法をちゃんと勉強していないのに、フランス人の接客をしなければならないという状況で、英語と簡単なフランス語をミックスした無茶苦茶で喋っていると述べているような最初不レベルである。それぞれの特徴をまとめると、下打ちが聞こえるものとは外発的に動機づけられた学習歴の短い入門レベルに達していない学習者である。 他方、聞こえない者は、内発的に動機づけられており、4技能をバランスよく学習し、ある程度運用できるレベル以上の学習者である。同じ音を聞いているにもかかわらず、なぜ、フランス語母語話者や大多数の日本人フランス語教師に、下打ちが聞こえていないのかという理由は、次のように考えられる。彼らの場合、相手が話す内容を理解することに注意が向けられ、 さらにコンテクストも理解できるため、下打ちはフィラーのように聞き流される。すなわち、実際その音は耳に入ってはいるものの、感情表現ではないと理解できているため、下打ちは解釈すべき対象として意識されない。一方、聞こえる人は、フランス語の内容を理解するための基礎が十分でない。ため、何かを言われても、それは単なる音の集合体としか認識できない。 しかしどうにかして理解しようと心を見れば、日本語の中に言われた音と似たものがないか考える。そのような中で、歯茎吸着音が現れると、それは日本語の下打ちとして解釈の対象となる。そして瞬時に相手が苛立っていると解釈するため、学習者 D のように自分が何か悪いことをしたのではないか、この人は正確に問題があるといったことを感じるようになる。 ただし、学習期間、動機づけ、フランス語レベルは、時が経つにつれ変化していくため、ある時期に、下打ちが聞こえていても、その後聞こえなくなった、日本人フランス語教師もいる。特に、フランス語の基礎が十分身についていない、なおかつ外発的に動機づけられた、日本人学習者を教育する場合、下打ちについて指摘することは、非常に有用と考えられる。ありがとうございます。